おはようございます。朝焼けの東京湾沿いを見ながらモノレールに乗って羽田空港へ向かいます。はい、今日はですね、 STU が広島で浴衣祭りということで楽しみすぎて空路からジンベエ来ております。おなじみオニオンスープを飲んで、こちらはね、孤独のグルメやってたんで見てましたね。瀬戸内へのフライトでいいなと思うのは、こういう瀬戸内のね、島々の間を飛べることなんですよね。この日は天気も良かったので、すごく景色が良かったです。はい、岩国空港へ到着しました。こちらはね、山口県になりますが、広島のすぐ隣なので広島へもね、アクセスはいいんですよね。さて、このバスで岩国駅へ向かっていきます。はい、岩国駅に到着したら、岩国始発のですね、こちらの電車、山陽本線糸崎行きへ乗っていきます。この山口県の東部のこの辺りはですね、こういう工業地帯なんですよね。それでいて広島と結びつきが深いというエリアになっています。で、こうこの辺りは山陽本線も海の近くを走るので、時折綺麗なね、瀬戸内海を見ることもできます。広島県内のね、宮島もここから近くなっています。さあ、新井の口駅に着きました。空港からちょうど1時間ぐらいですかね。広島市西部の、なんていうんですかね、港湾地区というですね、そこのターミナルになります。駅前のアルパークというショッピングモールのコインロッカーに荷物を預けます。こちらもね、ジンベエなので身を軽くして浴衣祭りに行きたいわけです。はい、歩くこと10分弱、見えてきましたね、広島市中小企業会館、こちらの展示場で今回の浴衣祭りが開催されます。はい、ここからは動画はちょっと厳しいので、静止画でお送りします。まずね、CD を買いましょうというところで並んだ、結構並んでましたね。この日から売り出されるグッズもあったので、そこの列と一緒になってたので、かなり並んでいました。で、買った CD がこんな感じ。2枚の特典券と、今日明日使える縁日お楽しみ券、こちらがついてきました。はい、で早速一部の例に並んだらですね、こんなものを配られまして、記入しました。昔ね、 AKB48 でもそのサイン会なんかがあったので、そこではここに書いてほしい名前を記入してっていう段取りがありましたけれども、懐かしいですね。同じレイアウトでした。キングレコード続いてますね。お祭りということで屋台も出ていました。ご飯食べるところまでね、少し歩かなきゃいけないので、こうして食べれるものがあるのは大変ありがたいですね。暑い中頑張って焼いてくれてました。というわけで、ホルモン焼きそばをお昼に頼みました。いっぱい詰めとくねって言われていっぱい詰めたんですけど、ホルモンがね、見えないっていうね。で、お釣りも40円もらったんですけど、はい、40万円みたいな感じで、そんなね、陽気なおばさんでしたけれども、久々にやり取りしましたね、そんな冗談。で、暇なのでちょっと会場を物色していて、夜のカラオケ大会の会場はこんな感じでね、まあ、開放されていて、空調もまあそこそこ効いてるので、涼めるっちゃ涼めるっていう感じでしたね。はい、こちらがね、縁日ブースなんですけど、ここで左から輪投げ、スーパーボールすくい、コイン落としっていう3つアトラクション的なものがあるんですけど、当たるとランダムでメンバーのチェキがもらえるっていうね、そういうあれなんですが、もうね、オタクね、すぐ習得しちゃって昼過ぎには枯れちゃったっていうね。で、結局昼以降はすっからかんっていう感じでしたね。で、なんとね、私もこれは何でやってたっけな、スーパーボールすくいだったかな、で当てました。引いたのがね、浜田響ちゃんでございました。
はい。で、合間にですね、AKB のオンラインお話し会をやっていたら、ちょうど成田小日向ちゃんと喋ってる間にですね、まあ、メンバーもね、ちょこちょこ、縁日ブースにこう、かき氷買いに来たりするわけですよ。で、そこの帰り道の途中で、まあ、ちょうど端っこだったんで、関係者が聞いてくところの脇でやってっちゃってたんですよ、たまたま。そしたら、尾崎セリカちゃんと信濃そらちゃんに見つかって、ああオンラインお話し会だなんてね、言われちゃってね、あたふたしてたっていう事件があって。というのがね、ハプニングがありましたね。で、早速 CD で買った分のおしまし券を信濃そらさんに使いに行くっていうね。で、またサインが当たったので、ありがたかったですね。ありがとう、そらはちゃん。で、これは奥田結菜ちゃんのレーンでもらったうちわ。プロフィールに関するね、簡単なクイズを答えて、正解すると、うちわがもらえました。こちらは来島優香ちゃん。にらめっこして勝つと、うちわがもらえます。こちらはね、こんな感じで愛犬のと一緒の自画像が書かれていますね。にらめっこは本当にね、もう萌え台詞連発してくるんで、もうやばかったですね。負けてないときんって言われましたけど。はい、なんとかおまけいただきました。夕方になってね、グッズ売り場も少し空いてきたので、在庫を覗いてみたら推しメンのね、グッズがまだあったので買ってみました。もともとね、先行では受注販売で売ってたんですけど、まあ、この日に間に合えばっていうことで断念してたんですが、買いました。こちらの浴衣。まずは扇子。そしてこちら。アクスタですね。いや、買えてよかった。そして買ったアクスタをメンバーも食べていた美味しいイチゴのかき氷に出していきます。久々にやりましたね。アクスタ飯プレイ。はい。美味しかったです。イチゴ氷。そしてこちらはキャプテンの岡田あずみちゃん。カレンダーでしたね。で、おしましもう一枚は、壁島ゆいかちゃんに行ってみました。本当にバチクソお顔が可愛いんでね、お話できて、すごく嬉しかったですね。最後に紹介するのは、推しメンの高尾さやかちゃん。サイアンレイはヨーヨーを釣って釣ったら景品がもらえるみたいな感じでしたね。うちわだったり、コースターだったりをもらいました。この日は本当に中身のないお話をね、してて。いや、モテそうだよね。いやいや、モテませんよ、みたいな話。なんか、これ何の営業みたいな感じのね、しょうもない話をして、浴衣とジンベエでね、コミュニケーション交換をいたしました。そして握手が終わると、気まぐれカラオケステージの大会が始まります。こんなに抽選券もあって、ステージ中にね、開封の儀があってですね。当たればメンバーと線香花火ができるっていう特典だったらしいんですけど、僕は残念ながら2つあったステージ両方とも外れてしまいました。でステージにお客さん入るとこんな感じで懐かしの善悪のステージみたいな感じでしたね。でカラオケステージ A のセットリストがこんな感じです。テーマがね夏曲で、しかもここはね歌唱力の決勝大会とかでも上位に行く子がたくさんいてですね、いやー耳が幸せでしたね。あんまり音響は良くなかったですけども、頑張ってたんじゃないでしょうか、音響をやってたステージも。渡辺なつけちゃんのウルトラソウルなんかね盛り上がりましたね。でそんな中に混ざったね、3期の梶原美優ちゃんがもう泣きそうになりながら歌ってたりしてて、で最後にはねサプライズで誕生日を当日だったということでお祝いされていましたね。でステージ B の方はこんな感じ。懐かしい曲というところで、まあその子にとっての懐かしい曲もそうだし、懐かしい曲っていうことでおじさん世代に合わせてくれるみたいな両方あってですね、さすがに松田聖子とかはすごく盛り上がってましたね。このオタク世代をすごく感じるっていうところはありますけれども、最後はね奇跡をみんなで歌っておしまいというところでございました。いやー楽しかったな浴衣祭り。朝早くから一日いて疲れましたけれども、まあ、来てよかったなという疲れでございます。はい、お疲れ様でした。